新宿セントラルパークシティは、再開発によって、新宿新都心に作られた施設、ビル群である。土地利用場、または防災上多くの問題を抱えていた地域を、西新宿六丁目に次第六地区第一種市街地、再開発事業として、再開発に着手、1988年の協議会が発足から20年超えの、歳月を経て、2010年2月に竣工した。 新宿中央公園の北側に隣接し、ニューヨークのセントラルパークを連想させる立地から、名称にセントラルパークを冠した。44階建てのセントラルパークタワーら、トゥール新宿と17階建ての住友不動産新宿セントラルパークビル及び、沿道の賑わいを創出する低層部の生活支援施設で構成される。敷地は東から西に9メートル下がる傾斜地であるため、 メインエントランスを2階、駐車場への出入り口、車寄せを1階に設けている。建物内には24時間営業のスーパー、マルエツプチ、フィットネスルーム、ゴルフレンジ等様々な施設や、コンシェルジュデスクも備え、近隣ホテルとの提携サービスも行っている。他に、新宿駅まで無料のシャトレバスを運行している。地上44階建て、賃貸タワーマンション券、 オフィスビルで7階まではオフィスフロア、8から44階が住居フロア、倉庫数は842個で構成される。賃貸10個の貸主は住友不動産である。東側には自由に入れる植栽された広い庭がある。新宿スカイスクレーパーを景観コンセプトとして位置づけ、規制のオフィスビル群と違和感なく調和し、かつ存在感のある。 ビルデザインとするため、中層部は最小限サイズのバルコニー、高層部は完全、バルコニーレスの重戸とした。これによって、住宅としては他に類を見ない全面、ガラスカーテンウォールのシンプルな外装を実現した。セントラルパークタワーの北側に建設されたオフィスビルで青いガラス張りでセントラルパークタワーと統一されたデザインである。十七階建て、一階に貸し会議室、 イベントホールのベルサール新宿セントラルパークが廃された。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 近代建築2009年12月号 P99ABCD 近代建築2009年12月号 P96AB 目利きが切る住友不動産セントラルパークタワーラトゥール新宿 日経産業新聞2009年10月27日、AB 物件愛用住友不動産平成23年1月19日、作成版。ありがとうございます。